き残れ最後までシャーベンベン一世のせいでもっと騒げステージは8歳最後は超越あい俺に注目目をかびらけ。もともとそういうなんかヒップホップみたいなダンスが好きだったので、ちょっと得意なのが初めて来たなって思いました。自分がラップ志望だったので結構一番ラップメインの楽曲だと思うんで、この楽曲にはすごく満足してます。もう僕の曲ですね。かっこいいなぁ。こよ、やばラッパ1やりたい人やりたい。え、少なくない？暴れ出せ荒野の荒クレ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 。暴れ出せ荒野の荒クレ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 。うわ、かっけぇ。暴れ出せ荒野の荒クレ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 。暴れ出せ荒野の荒クレ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 。暴れ出せ荒野の荒クレ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 。2人です。いきます。せーの。うわうわマジか。ありがとうございます。悔しいことは今までもいっぱいあったんで、そこは切り替えて。これはまるでジャングル。これはジャングル。やっぱりセンターってのは一番目立つところだし、ひたすら練習してセンターでよかったなって言ってくださるように頑張りたいですね。ラップのスキルは、まあ、純くんの方が上かもしれないし、そこは分からないですけど、見せ方次第では1位に輝けるんじゃないかなと思ってるので頑張ります。滑舌ですね。ラップするにはずっとその何回も繰り返して練習していきたいです。弾丸のように食い込め上演アシンボラジ ABC。 後悔が残らないようにラップは絶対やっとこうって思って、ちょっと譲らないでラップを特に見せたいです。ミナトとか同じなんですけど、その仲間っていうよりは敵として見てしまう。なんとか複雑ですね、そこは。